通常こう進んでいくとのここ登るとねムービー入るんだ。ムービーってか演出かな。病院発見、病院発見みたいな。くそ、思ったより遠いてな感じの、ちょっとストップ食らっちゃうみたいなとこあるんですけど、ちょっと壁沿いにこう行って罰を連打する。なんか2段階モーションになんなかった今。あー2段階モーション入っちゃうな。ほら来た。こうするとムービーをカットできるんですね。で戻っても、まあまた戻登ったとしても、あムービー入るやん。病院発見、くそ、思ったより遠い。何の絵描くんだい君。新しい日記、レイクヒルシアトル総合病院、きっとあそこだ。赤くてでかい看板。これを書かないです過ぎることができるということじゃないかい。よし来た。このまま進みます。はい、ここでまたお絵描きがすると、新しい日記。なんかあそこに空白のページあるんですけどみたいな。スカイムエッジで言うと、ここに来た目的のことだけ考えよう。あそこに空白がある。じゃあスルーしないデータで来てみましょう。はい、日記を書きました。よし書きます。お絵描きします。ということでやっぱりさっきは変な空間があったってことですね。私に誠の力を。あ、いった。ざまみろ。あ、やばかった。やばいね、やばいね、やばいね。あれ？どうした、どうした、安定しない。くそ、別次元にシンクロしきれてない。あれ、なんか完璧に抜けれてないのかな。前に進めね。俺のこと見てくれてんのかな、ちゃんと。気づいて、私はここよ。なんでみんな気づいてくれないの。よし、うわっ、スッと抜けた。
恋するフォーチュンクッキー。フーチュンクッキー、フーチュンクッキー、未来がそう、フーチュンクッキー、未来がそう、フーチュン、フーチュン、恋するフォーチュンクッキー。これもこの顔である。なんかワープゾーン多くないか。このワープゾーンなかなか初心者向けというか簡単ですね。この溝に入るだけなので。ダメみたい。あ、逆から行くといけんのか。修正されてねえわ。ん？いや、何につまずいた、何につまずいた。あ、登れないってこと？そうだ、滑って登れないってことだ。こんなローションコースターがあるなんて知らなかったぜ。フォトモードでも映んなくなるときあるわ。あ、なんか確実に降りましたね。確実に降りに行ってたもんな。